キコトウは中国の男性歌手、俳優。韓国の男性アイドルグループエクソの旧メンバー。エクソでの芸名は、タオ、エクソ M の末っ子で、架空設定能力は時間調整。背番号は、68だった。エクソ離脱後はファンズータオもしくは、ズータオ名義で活動している。三等賞鎮太オ氏出身。血液型は AB 型。家族構成は、父と母。 中国の個人事務所は、キコ投稿作室、韓国の所属事務所、SM エンターテインメントとの訴訟紛争は、未解決。中国のレコードレーベルは、北京店、広市生成エンターテインメントで、父が、大株主。濃い熊が特徴。特技は、ヌンチャク野望武術で、2012年のデビュー時点で、武術対局権歴11年だった。趣味は、 ラップ、音楽鑑賞、スポーツ、散歩、好きな食べ物は、ピザと寒牛、好きな音楽はラップとヒップホップ、好きな映画は、ジャッキー・チェンの作品、ザウの名は、世の中に不可能なことはない。ロサンゼルスに自宅がある。パリス・ヒルトンと一緒に写った写真をインスタグラムに投稿したことがある。キャンディという名前の白い犬を飼っている。2010年に SM キャスティングシステムに合格。 2012年4月8日に、エクソ M のメンバーとして、正式デビューした。2015年2月の MBC、アイドル陸上大会で左足首に怪我をする。4月2日放送の M カウントダウンカムバックステージを、最後に、エクソを離脱。同年6月11日に、中国の個人事務所であるきこと工作室を、設立した。同年8月24日に、 SM に対する専属契約効力の不存在確認訴訟をソウル中央地方法院に提起した。2017年4月28日に専属契約効力の不存在確認一審で敗訴、同年10月27日の控訴審で再度敗訴した。主演は役名を太字で表記。ありがとうございます。